配布資料がございます。これを見ながら。時間も次の会の時間になってるんですけれども、大丈夫です。はい、20分で、はい、お願いします。すみません。質疑応答含めて20分。はい、このセッションは一応大学大学院教育なんですが、その頭に思いと書いてあるその理由の話です。本来ならば、明日の、高校あるいは中学のセッションに出るべきところなんですが、こういうところをリストに取ります、通信というところです。通信教育の高校におりますので、日曜日が授業日ということで、明日はあまり授業をやらなきゃならないので、ということで無理をお願いして、今日に参りませていただきました。でこの中島という人間がどういう人間かというのは、昨年、夏の防災系のところで、出してもらいましたので、これとも省略させていただきたいと思います。年代的には後で聞きますけれども、もうそろそろ一応公務員の定年を迎える、年代のものであります。今日の内容は、この辺りで話をさせていただこうかなと思いますので、ちょっと大学教育とは、ね、離れたところになるんですが、何人かの方がおっしゃられた、じゃあその大学時にとって高校までの教育がどうあるべきかみたいなことに若干ヒントになるかなということで話をさせていただきます。これはですね、戦後の高校教育の学習指導要領の、改定を、理解に限って、これの表なんですけれども、この前の2012年の改定は第8次の改定となっています。で、私らの世代は、ここですね、第3次改定で、物理、科学、生物、地学が4科目と必修であったという、こういう世代があります。大村先生ぐらいで境目になるんですかね、56、7ぐらいのものが4科目必修ということでやっていたはずです。それからあとの世代の方は、それぞれ全部やらなくてもいいよという、例えば理科を選択とか理科を選択とかそういうような形で、高校の理科を習ってきているはずです。代わりに、こういう総合科目というものがね、設置されている、そういうような特徴を持っているのが高校理科の、ご自身の高校時代のことを振り返っていただいたらよろしいかなと思います。で現在は、物理科学、科学、生物、地学のそれぞれ基礎科目とそれから、専門の4科目となりまして、でそれとは別に科学の人間生活というものがあります。で、基本的にはこの物価政治の4区分のうちから、3つの基礎科目を学びなさいという、これが必修条件ということになっているんですけれども、なかなかそれがうまくいきませんでして、実はこの科学と人間生活にちょっと言葉としては悪いんですけど、逃げる高校も結構あります。どういうことかといいますと、科学と人間生活という科目、これは非常に基礎的な科目ではあるんですけど、それを選択することによって理科は不活ですという、そんな、仕掛けになっているという、ありまして、そんなことをちょっと、頭に置いていただきながら、地学がどうなったかといいますと、2012年の改定で国務部の地学が伸びました。それまでの地学意識の時代で、高校生の原子とともに8万人ぐらいに、全国の高校生で地学を学ぶ子減っていたのが、2012年の改定によってぐんぐんと増えて、大体32万人という、4倍増というこれぐらい地学が増えているわけです。で、これが聞くとですね、地学が復権したんだ、というようなことで聞こえるわけですけれども、実はですね、高校生の4分の1しか科学を学びません。どういうことかといいますと、比べれば分かっているということであります。
ますが、さあ、ここに、ね、5つの語が並んでいます。基礎言語が書いてあります。どれがどれだかお分かりになるでしょうか。なんか薄い水色ですかね。一段と低くなってもなりますが、これが実は違うんです。で他にこう上に線書いてますが、これがいわゆる数学英語保険という高校生なら誰でも学ばなければならないという、こういうような生徒がそれぞれの都市に何人いるかというのを、表す数字というふうに考えてくださっていいんですが、だいたい128万、つまり、高校生の数が、128万人ぐらいだというふうに思っていただいていいんですが、先ほど言いましたように中学40万ですから、 だから要は中学32万ですから4人に1人しか、中学を学ばないんです。でこれが中学なんですけれども、その横のこれ何かっていうと、これが科学と人間生活というような、科目でして、実は中学生よりも上回っている。つまり実に高校生、全国の高校生の3人に1人が、科学と人間生活を学んでいるという、こういう状況です。で、それはどうしてかっていうと、実は科学と人間生活を学びますとですね、理科が2つですという、つまり、週大体公立ですと週30時間というのが平均になっているんです。30単位と言いますけれども、3年間の90単位です。90単位のうち4単位で理科を済ますことができるというわけ、そのために、科学人間生活を、開講しているという、そういう方向が多いということになります。で当初そういうことですから、大体これ職業系の高校、あるいは総合学科といわれる高校に科学と人間生活が導入されるんだろうという予想を勝手に予想しとったんですが、この43万という数を考えますと、これはどうもこういった専門学科や総合学科だけでなくて、いわゆる全日制普通科といわれる普通の高校にもこの科学と人間生活が導入されているという、こういうことが見えてくるわけです。ということで、いかにですね、現在の高校生あるいは高校教師にとって理科を4単位以上する、6単位、8単位、10単位という、それだけの数を理科教育するということは、いかに大きな負担になっているかという、そういうことの範囲ではないかというふうに思います。いわゆる理科離れというやつが、ここまで進んでいるという、そんな、その証拠にもなるわけです。さあ、ところで、この総合系科目、例えば、現在の課程ですと、科学と人間生活ですが、それを含む総合系科目の変数をちょっと見ますと、全課程、2001年始まったやつで、理科総合 B というのが導入されました。で理科総合というのは、全員一緒ですので、A の文化分野と B の政治分野があるんですけれども、このどちらかは少なくとも取らなければならないということで、大幅に増えました。で、それには、当たりますけど、それに合わせて逆にそれぞれの専門科目であります、文化政治は減っています。そういう理科総合があったら、それぞれ違う。あるいは他の文化政もこういう、穴をこう凹んでるね。これは当たり前なんですけれども、このそれぞれ文化政治のこう変化を見ますと、あ、違うとすごい回復してるやん、こういうふうに見えるわけです。あ、やっぱり違うと回復してきた、そういうふうに見えるわけですけれども、実はですね、縦軸がこれも全然も違いまして、縦軸の数字を揃えますと、こんなふうになってます。一番下に薄くこうグレーの部分がありますが、これが違うんです。違う基礎です。で、地学の基礎系のものですが、そのように物価制というのがありまして、物価制の基礎系科目が、これだけぐらい、それぞれとして高校生が学んでおります。その上に、より専門的な、物理技とか科学技とか地学技とがありました。あるいは現在ですと、何も書いてない物理あるいは科学地学という科目がある。それが、大体これぐらいあります。でそれにさらに理科総合 A であったり B であったり、科学で人間生活にいろいろそういったものが、この上にあって、理科全体で見ると、大体、これぐらいの、人数を、が毎年理科を学んでいるという、それが高校の現状になります。ということで、この基礎系科目ですが、3科目必修でですね、こうへこんでいたやつが物価成長も増えましたということで、これを出てみたいんですが、よく見るとですね、2000年当時、つまり前々の家庭の状態にこんだけ、基礎系科目を皆さん学んでいたわけですから、ただ戻ったに過ぎないというこんなことがあります。前の家庭から見れば確かに増えてるんですけど、前々家庭から見れば全然変わってないじゃない。で前々の家庭は総合科目でなかったんですが、今見ると逆にこれだけ科学と人間生活残ってるんですよね。これ何かっていうと、やっぱり何度も言いますけれども、理科を4単位以上やることの困難さというのが、これを残しているのではないかと、こんなふうに私は思うわけです。でちなみにですね、全国の高校で380万人です。文科省の統計を見ますと355万人なんです。これ通信制高校入ってませんので、380万人ぐらいいます。
で、高校生がですね、この3年間、要は今の、高校3年生と思ってください、今の現在の家庭になってから3年間で、高校3年生が使った教科書が全国で1370冊あります。でそれを、高校生の数倍算しますと1人およそ平均 3.6 冊の教科書を高校時代に使うというこういうの計算になります。 3.6 冊ということは一見多いと思いますよね。でもよく考えると普通科でいけるというのはさっき言いましたね、現在の家庭ですと3科目必修ですので、それぞれの基礎基礎基礎、それから、専門の、まあ、2つでしょうね、まあ、理系ですと大体物理と科学が多いですけれども、そうすると5冊の教科書を持ちます。普通が理系の進学校生に5冊の教科書を持っておりながら全部の平均が 3.6 ということは、その他の高校では3以下で教科書は3冊持たないということですよね。ということは2科目しか取らないということです。こういうことがこの数字から見えたということで、まあ、あの理科離れやっぱり進んでるんです。だから基礎科目必修、3科目必修でもやっぱりこの総合科目は残ったじゃなくって、3科目必修になったからこそこれが残ってしまったという、そういう見方ももしかしたらできるんじゃないかと。とにかく科学と人間生活というのは無視的な存在でして、特に地学よりもそれを持っている生徒の方が多いという、そういうことを考えますと、まあ、これはやっぱり無視できない、きっちりした対応が必要じゃないかなというふうに思われます。まあ、そのわけなところへ、実はちょっとあの教科書の改定に関わらへんかという話が来ましたので、現在の科学と人間生活の教科書の改定作業にちょっと首を突っ込ませていただいているんですが、その中に見えていたことがありますので、ちょっとこの後紹介させていただきたいと思います。ですね、総合計科目なんですけれども、次です。誰が教えるかということですけれども、大体物理科学の人間というのは、こういう総合計の科目、生物の内容が入ったり、地学の内容が入ったりする科目を教えるのは苦手やというふうに聞きます。したがって、勢いのような地学専門で採用された教員がこれを担当するということが多いんですけれども、実はですね、前回の大会以来、地学専門で採用される教員はほとんどいません。全教員の、まあ、2% くらいしかいないというのです。50人に1人いるかいないかというのが地学の教員です。で、2011年から14年の都道府県政令市の採用状況を見ますと、物理で採用、科学で採用、生物で採用、地学で採用、このようにです。で、まあ、もちろん、府県によっては、文化生に分けずに、教員免許は理科の免許ですから、何でもやれというので、理科としての、試験は採用は分かるんですが、まあ、あの、非常にありがたいのか何も分かりませんが、理科の、地学以外の理科で採用という、こんなものもあります。まあ、地学を含めた、こんなのもあります。これから、都道府県によっては中学校と合わせて採用というのがあります。そんなのを含みますと、こんなんでして、やっぱり地学の専門教員というのはほとんどありません。この4年間で51人です。地学で採用された高校教員、全国で51人。すごいですね。どういうことになるでしょうかということなんですが。ということで、じゃあそれ地学以外を何でもやるよというか、それの教員がどんどんどん減っていく中で、じゃあ誰が総合科目を教えるんだろうか。苦手するような言葉もしかない。でも地学をできないからといって物理科学生物の3科目で必修条件をクリアして高校卒業しか与えようかと思っても、なかなか物理っていうのは苦手な、見るのみや聞くのみやという選択の中でどうするか、文科省に決めた厳しいを満たそうと思ったらしょうがない、科学の人間生活を入れざるを得ない。そういうな学校もあるかというふうに思いますが、とにかく、現在の高校にとって、2科3科目6単位の必修というのは、本当にコロナであるという、2単位、2科目4単位で済ますという、そういうようなことで逃げるというところが多くという、理科問題がここまで進んでいるという状況があります。で、その中で、じゃあこの、科学の人間差別、どうやって、ね、生かしていくかということなんですけれども、学習指導要領に見ますと、目標とか、あるいは狙いとかより非常にいいことがあります。自然と人間の生活の関わりというところでは、人間は自然の恩恵を受けながら生活をしてきたことを言えません。だから、自然に対する知識や理解を深め、自然の仕組みを解明し、利用してきた。これは科学技術の部分ですが、これを、まあ、学びなさいと。だから、科学を発展した現在でも、人間の力が及ばない自然現象、つまり最悪自然災害を減少することなど扱いなさいという、これすごくいいことが書いてあるわけです。で、具体的な見解としてこのようにですね、なってますが、実はですね、総合科目と言いながら、中身は物理分野、科学分野、生物分野、地学分野、それから科学技術の分野という、5つの領域にこう分けたような形になっております。で、そのうち地学っていうのは、うちが地球の科学ということで、A という4項目目にこう上がってるんですが、さらに2つの中で出まして、太陽系と、それから、身近な自然環境。
まあ、どっちかやるんですよ。それが仕掛けになっております。2つだけあります。どっちか選べるということになります。で、真面目にこの、この地学分野、地学領域を選んだとして、さあ一体何時間ぐらい1年間でこの分野を、授業できるかと言いますと、大体これ見たいものですから、年間60時間の授業があります。でそのうちの5分の1が、地学分野に割り当てられるとすると12時間程度です。同じように物理分野は12時間、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 科学技術で、あるいは試験で12時間、この割り当てになると思うんですが、12時間でそれぞれの分野、教えきれるわけないですね。おまけに、地学を専門としない教員が、これを持つとどうなるかというと、当然、ここの部分は、素通り、無視ということになります。地学技術専門の教員が、なかなかここをやめにして、じゃあ自分の得意なところをちょっと手厚くやりましょうと、こういうようなことがありまして、それが、実は、ある、その教科書に対してのアンケートでもそういう結果が出てまして、この A というところは全然しないとか、そんな学校も使わないです。大きな理由とね、文科省から怒られますので、予期をやったことにしているということですが、そんなことなんです。で、仮にやったとするとですね、実は人間生活と、非常に申し訳ない言い方をするんですが、人間生活と一番遠いのが太陽系、この A の A という部分だと思うんですが、この部分と人間生活で一番近い災害に関わったこの E という部分、実際やってる高校を数調べますと、あの方がやってるという高校が非常に多くて、いいようにやってるところはすごく少ないというふうに聞いております。これでいいんだろうかというふうに思うんですけど、まあ、そのこと言ってもしょうがない。まあ、とにかく、家族人間生活でも非常にいいことが書いてますので、これをベースに次の科目を考えられないかな、こんなことを考えております。ちなみに、どんなことやってたと言いますと、非常に時間が限られますので、地震と火山と流水です。気象じゃなくてなぜ流水になっているか、これはいろいろあると思うんですけれども、とりあえず、火山地震流水の3つの、現象に限って、まあ、いろんなことを扱いましょう。恵み災害、それから、まあ、生き方に関係も扱いましょうと、そういうことです。で、教科書がいろいろありますが、ここに省略しますね。教科書は省略しまして、これですが、教科書5社が出しております。で、まあ、教科書は会社によっていろんな項目の扱い方の傾向があるわけですけれども、一つ同級生というところだけ突出してですね、この違う分野、特に自然災害とかかる分野を多く扱っています。まあ、ここの 1.5 倍ぐらいの、内容を書いてるんですが、どうしてかと言いますと、実はこの東京書籍、最初の年の検定のうちまして 3.11 の後、に検定を取ってます、ということで、ちょっと書きすぎやなということもありまして、全般的にこの5社に共通していることは、自然の、まあ、恵み、それから科学技術、自然災害、これ同じように扱わなきゃいけないはずなんですけれども、自然の恵みって非常に薄くなっております。逆に自然災害を全面にバンと出しているということも多くて、それでいいんだろうということも考えつつ、まあ、いろんな人のことを見ていきますとですね、まあ、いろんなことが書いてあるわけです。地震分野ではこんなんですし、それから火山分野ではこんなんです、いろんなことが書いてある。で、まあ、いろんなこと書いてあるんですが、それはですね、各教科書会社によっても点々バラバラの2つ書いております。つまり、よく言えば個性があるような教科書が5つあるというような、こんなふうに言うわけですけれども、まあ、別の言い方をすれば、個性があるというのではなくて、趣味が全面に出て統一感のない、そんな科目になってしまっているような、感じを言います。同じ現象に対する用語用語の統一したらされておりません。この教科書はこう書いてあるけど、この教科書は同じことの違う言葉を使って書いてあるとかね、いっぱいあります。それから、中には面倒くさくないで違う基礎、科学基礎、生物基礎、物理、物理物理的な科学的な生活も入っていてあります。まあ、こんな状況の中で、まあ、いわゆるその、一部の専門マニアみたいな人でないと教えにくい、扱いにくい、そういう科目になっているっていうのが、現在の状況かなというふうに思います。さっきも言いましたように、自然の恵みみたいなものについてはほとんど書いておられない、そんな教科書が多くなっています。でかつ、非常にこうバラバラですので、系統的に考えることは少ないということです。だからこそ、まあ、実は地学を専門にしてなかった、他の分野の専門教員でも一応教えることはできますけれども、どんなに伝えたらいいかわからない分野だというようなことも言えるわけです。これが、まあ、実際の科学的生活の現状です。依然せよ、まあ、地学にとってはよくないことなんですけれども、一歩違うとあって、違うとあって言いますと、要はこのようになってるんですが、あんま時間ありませんので、ちょっとこれだけ紹介しますと、このような仕様をちょっと考えてみました。実習生の数はですね、全家庭から4家族です。全年家庭と、のきのみ、まあ、頭そういうぐらいに復活したんですけれども、実はですね、この
基礎と地学基礎っていうのは2大科目ですよね。地学1っていうのは3大科目でした。それ前々の過程の地学1位っていうのは4単位、地学1位2単位科目で、こういうものがあって現在2単位という状況になってますので、全然その学習の内容の量としては薄っぺらくなっております。でそこで、こういう、履修者数と標準単位数の掛け算した GDL なんていう、グロスドメスティックラーニングですかね、そんなの、考えたんですけれども、これリーナースですね、こんなふうになってます。要は全然過程と全過程がちょっとごちゃまになっている時期が一番多かったんですけど、それからずっと下がり一方です。ほんのちょっと回復していますけれども、国民がどんだけ地学的な内容を総じて学んだかというその量的なことで考えるならば、全然2014年現在以前に回復していないというこういうことが言えているので、そんな中で、やっぱり地学でトラブルになるので、もう少し別の観点で次の教育過程に、を作ればいいかというのを考えた方がいいんではないだろうかというようなことになります。ちなみに、理科全部取りますと、その GDL と手話どんどん右肩下がりです。理科教育、理数教育の充実なんていうようなことを歌ってますけれども、実際はこのように下がってますようなことです。で以前は私たちの世代では年間、3年間で100人単位中理科が12から16単位皆さん学んでました。これ一緒にそうだったと思います。ところが今の家庭では土曜日ありませんので、90単位中少なかったら4単位、多い理系でも 16% 14単位しか理科は学ばないというこういう現実があります。その中でどうしていくかということですよね。でこれも地学院の基礎の内容は省略しますが、とにかく、JPGU でいくつかの案を示しておられるんですが、あまりにも現在の地学基礎にもこだわりすぎて、やっぱりあれもこれも残していけないなと思います。それぞれの地学は小山の対象が多くって、それぞれの小山の対象が自分の小山を残したと思いますと言って、全部あれもこれもと残していくと、結局これですよね。内容が多列的、網羅的、短期的になって、総合的、系統的に考えさせることが少なくなってしまう。それは確かに必修科目として違うと残り、それは4単位、5単位というそういう量あればいいんですけれども、せいぜい2単位ですよね。2単位であれもこれも残しちゃうと結局こうなってしまうでしょう。そういうことをやっぱり考えていただきたいなとも思いますし、じゃあ、何を伝えたいか、その何は一体何なのかというようなことですけれども、これは、要は現在の科学的人間生活のあるようなそういったことが参考になるんではないかという、つまりあくまで人間生活ということの肩上げで自然を見ていくという、そういうことに絞ればいいんじゃないかということです。地球の営みと人間生活の関係で捉える、そういう視点で分と絞り込みましょうという、そういうことが必要になるのか。で特に、最近昨今2、3年前が特に、自然災害が多くなってますけれども、それ以外にもいろんなことを困難に感じている若者が多いです。その困難な将来を生き延びるために何が必要かという視点で考えてもらいたい、そんなふうに思います。で、さっき言ったここに書いてあった学習の内容は非常に参考になるんじゃないかという、要は生きる力、あるいは生きるための知恵というものをみんなが考える、みんなで考えるという、それが科目になればいいんじゃないかなと、そんなふうに思っているわけです。で、これですよね、こんなことが、内容として入ればいいのかという、つまり、要はそれぞれの山田氏が自分の名前の中で趣味を語れる違い、それもあっていいんですけれども、それをまず必修するんじゃなくて、何が必要かを考え、必要だから学ばせるという、そういうことがみんなが理解できるような、そういうものに絞って科目を構成する。で、そうすることによって、先ほど言いましたけど、ちょっと取らせていただきました総合自然災害科学ですか、これでもいいんじゃないかと、地学というふうなものにならなくっても総合自然災害科学でもいいから、なんか一つ高校生に、必修科目として属するものがあればいいかなと思います。で、趣味を語る地学っていうのはその後でやればいいんじゃないかと、そんなふうに私は思います。ということで、どうもありがとうございました。シーンを教えていただいたんですけど、東京書籍の科学
が増えて、これちょっとやりすぎじゃないかという指示は何でしょうか。というのも、今この場での皆さんの議論は地学がだんだん繰り返しているというか、その中で何とか戻そうということで皆さんに手を絞っているというのが多くなったことに対してちょっと増えているというその指示がですね、ちょっと不正交換があって、僕の誤解かもしれないですけど、ちょっと教えていただきたいんですが、これですよね。そのコメントの意味は、これですね。大変なようなこんなにすごい災害が起こるよ、地震津波とか。忘れました。記事するのが見えたということで、はい、内容の割合が多いよ。他の、例えばその実況、私実際実況ですけど、言ってもらうぐらいすごく大変ですよ。それ特に 3.11 の後、それがやりすぎだというのは、はい、どういうふうに上がってるか、先生の感想なんですか。私の感想です、はいはい、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。私のステージがですね、大幅に伸びてしまいました。